ジョン・コンデュイットは、グレート・ブリテン王国の政治家。1721年から1737年まで、庶民院議員を務めた。科学者、アイザック・ニュートンの友人であり、1717 17年に、ニュートンの妹の娘キャサリン・バートンと結婚したほか、ニュートンの死後にその公認として造兵局長官を務め、ニュートンの書簡集をもとに電気を書こうとした。 キャサリン・バートンとの結婚によりニュートンの書簡集を取得し、以降娘キャサリンを経て、ポーツマス伯爵家に継承されている。造幣局長官としての能力はあるとされ、1730年に金貨より民貨を流通させるべきとするパンフレットを表した。レオナード・コンデュイットと妻さらの息子として、ハンプシャーで生まれ、1688年3月8日に、 コベントガーデンの聖ポー,ール教会で洗礼を受けた。1701年6月より、ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、1705年6月7日に、ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学、1706年に、同カレッジのスカラーに選出された。大学を出た後は、大陸ヨーロッパを旅し、1710年に、初代ポートモア伯爵。 デイビッド・コリアーの秘書を務め、1711年には、スペイン継承戦争中のポルトガル王国に駐留するイギリス軍の法務官を務めた。翌年にはポルトガルに駐留する、竜起兵連隊の隊員に任命された。1720年に、ハンプシャーのクランベリーパークの辞書を所有するサー、チャールズ・ウィンダムの妻が死去すると、コンデュイットは辞書を購入した。これにより、 ハンプシャーで一定の影響力を有するようになり、1721年5月に、ハンプシャーのウィット・チャーチ選挙区選出庶民院議員、トマス・バーロンが南海放末事件の秘密調査委員会に働きかけて、ジョン・エイズ・ラビーに有利な結果を引き出そうとして、庶民員を追放されると、友人の初代リミントン・氏シャク・ジョン・ボロップの講演を受けて補欠選挙に出馬した。 同年5月25日に発表された選挙結果ではフレデリック・ティルニーが当選したが選挙申し立ての末同年6月26日にコンデュイットの当選が宣告されたこの時初代リミントン子爵との協議ではリミントン子爵の長男ジョンが成人するとコンデュイットがジョンに議席を譲るというものでありコンデュイットは1734年イギリス総選挙まで ウィットチャーチ選挙区で再選を続けた。議会では1725年3月の初演説で、元大法官の初代マクルズフィールド伯爵、トマス・パーカーの弾劾をめぐって発言した。首相ロバート・ウォルポールを支持し、1733年に7年議会法の廃止に反対したこととウォルポールの消費税法案を支持したことが知られている。 1734年の総選挙では、ウィットチャーチ選挙区とサウサンプトン選挙区の両方から、出馬し、ウィットチャーチ選挙区では、無投票で当選した。しかし、サウサンプトン選挙区では、消費税法案への指示により、有権者の反感を買い、現職議員で、野党候補のアンソニー・ヘンリーと、初代順弾シャクサー・ウィリアム・ヒース・コートを相手に、苦戦した。コンデュイットに反対した。 サウサンプトンのコーポレーションは、追い打ちとして1733年と1734年に、合計63人の有権者を増やし、コンデュイットの対立候補への投票者を増やそうとしたが、選挙結果については、選管の中でも意見が割れた。ヒースコートが、得票数1位で当選したことに、異論はなかったが、二人目の当選者については、 コンデュイット212票とヘンリー213票でヘンリーが当選とコンデュイット257票とヘンリー217票でコンデュイットが当選という二重の発表がなされ最終決定が庶民院に委ねられることとなった庶民院は1735年4月3日にコンデュイットの当選を宣告したがこれにより コンデュイットが2つの選挙区で当選したことになるため、コンデュイットはサウサンプトン選挙区の代表として議員を務めることを選択した。1736年1月にウィッチクラフト法案を提出して可決させ、ジェームズ1世紀の魔女対策法を廃止した。これにより、ウィッチクラフトの使い手とされた人物はキリスト教の聖書に反する邪悪な人物として、 罰されることはなくなり、代わりに魔女を戦勝したとして罰されることとなった。アイザック・ニュートン1717 17年8月26日に、キャサリン・バートンと結婚、一条も受けた。妻との仲は良かったという。妻の母・ハンナは科学者、アイザック・ニュートンのイボォイモートにあたり、コンデュイットはニュートンを尊敬していたとされる。結婚の翌年には、ニュートンの推薦を受けて、 1718年12月1日に王立協会フェローに選出されている。その後、王立協会では1723年と1725年から1728年まで、評議会議員を務めた。コンデュイットが、ウィリアム・ホガースに注文した絵画で、ジョン・ドライデンのインドの皇帝がコンデュイットのタウンハウスで上演される様子が描かれている。ニュートンは、 造兵局長官を務めていたが、コンデュイットは1722年より、ニュートンの職務を代行した。1727年3月20日に、ニュートンが死去すると、サミュエル・クラークが造兵局長官就任を打診されたが辞退したため、コンデュイットは同年4月4日に造兵局長官に任命された。ニュートンがウェストミンスター寺院に埋葬されるにあたり、コンデュイットは、 ニュートンの記念碑の設計と名文執筆を主導し、ニコラ・ファシオド・デュイリエがそれを補佐した。また、彫刻家、ジョン・マイケル・ライス・ブラックに、ニュートンの顔の鋳型を作成することを許可し、ライス・ブラックの鋳型をいくつか入手した。ルイ・フランソワ・ルービリアックには1731年に、ニュートンの胸像を注文した。コンデュイットは、翌年に、ウィリアム・ホガースに絵画を注文し、ホガースは、 ジョンド・ライデンのインドの皇帝がコンデュイットのタウンハウスで上演される様子を描いたが、ルービリアックによる共像は絵画の背景に飾ってあった。ニュートンがアカデミー・フランセーズの外国人会員だったため、アカデミー・フランセーズの初期ベルナール・フォントネルは、ニュートンの死亡記事に取り掛かったが、コンデュイットは、ニュートンの一生の概略を書き上げて、フォントネルに参考用として与えた。 しかし、コンデュイットは、結局、ニュートンが、フランス人の、ルネデカルトの名声を薄らげるほど偉大なので、フランス人の、フォントネルはニュートンを公正に評価できないという、考えのもと、自らニュートンの電気を書こうとして広く、情報を募集した。コンデュイットは妻やニュートンの友人から、多くの書簡を取得し、王立協会も、ニュートンの書簡集調査にトマス・ペレットを派遣したが、 ペレットは1727年5月に書簡80点のうち出版に値するのは5点しかなかったと評している。この調査結果をもとに書簡3点が1728年から1733年にかけて出版された。コンデュイットはニュートン電気の走行を作成し、その完成後にコリン・マクローリンによる電気と同梱して出版する。 予定だったが、コンデュイットの死去により出版計画が中断され、マクローリンによる電気は1728年には完成したにもかかわらず、マクローリンの死後の1748年にようやく出版された。コンデュイットの走行を読んだアレキサンダー・ポープは1727年11月に、コンデュイット宛ての手紙で走行を称賛したが、19世紀の科学者、 リビ,ビット・ブリュースターは走行を酷評した。コンデュイットは、造幣局長官就任中の1730年に、オブザベーションズ・オン・ザ・プレゼント・ステート・オブ・アワー・ゴールド・シルバー・コインズというパンフレットを表した。このパンフレットは、金の価格が下落し、銀の価格が上昇しているという情勢の中、銀貨の流通拡大を解くというものであり、 英国人名辞典ではパンフレットからコンデュイットが貨幣史を熟知していることが伺えるとしている。パンフレットはコンデュイットの存命中には出版されなかったが、ジョナサン・スウィフトがアイルランドの貨幣問題への関心からコンデュイットのパンフレットのコピーを入手しており、スウィフトの死後の1774年にはスウィフトが所持していたコピーを原本として出版された。 造幣局長官としての年収は5,800ポンドに概算されている。死後、造幣局長官としての功績を記念して、1737年にヨハン・ジギスムントタンラーによる記念銀メダルが鋳造された。このメダルは大英博物館と王立協会に現存する。1737年5月23日にパディントンで死去、ウェストミンスター寺院にて、 ニュートンの右隣に埋葬された。母妃はヘンリージアによる彫刻だった。1739年1月20日に妻キャサリンが死去すると彼女もコンデュイットと一緒に埋葬され、娘キャサリンも1750年5月4日に両親と一緒に埋葬された。19世紀にショーピットが埋葬された時、コンデュイットの記念碑の規模が縮小された。 クランベリーパークの辞書は1737年、1738年にトマスリー・ダマーに売却され、ダマーはコンデュイットの死による補欠選挙で当選した。1734年の総選挙でコンデュイットと敵対したサウサンプトンのコーポレーションは、ダマーの対立候補を支持したが、投票所から遠いところに住む有権者の呼び出しを怠ったため、 与党候補ダマーの当選を許してしまうという結果だった。娘キャサリンは1740年にリミントン主尺ジョン・ボロップと結婚。ニュートンの書簡集は二人の息子にあたる第二代ポーツマス伯爵、ジョン・ボロップなど歴代ポーツマス伯爵が継承することとなった。ニュートン書簡集への研究熱も一旦収まることになり、以降18世紀において、 ホーツマス伯爵の所有するニュートン書館集への閲覧を許可されたのはサミュエル・ホースリーぐらいだった。ありがとうございます。